シルバー・メティオはアメリカ合衆国のシーボード・エア・ライン鉄道が運行していた旅客列車。現在もアムトラックにより運行されている長距離列車で東海岸の北はニューヨークから南へマイアミまでを南北に走るシルバーサービスの一つである。メティオは水星のこと。シルバー・メティオは1939年から1971年までシーボード・エア・ライン鉄道が ニューヨークとフロリダ州マイアミの間で運行した。当時は、ニューヨーク・ワシントン DC 間は、ペンシルバニア鉄道、ワシントンから、南は、リッチモンド・フレデリックスバーグポトマック鉄道、そして、シーボードやライン鉄道の自社路線を経由した。1971年のアムトラックの発足に、伴い、シルバー・メティオの運行は同社に引き継がれた。 最近のシルバーメティオのダイヤで、南行きはニューヨークペンシルベニア駅を昼頃出発して、夕食時にワシントン DC に着き、夜間バージニア州と北南カロライナ州を走り、翌日の朝食時にサバンナに朝のラッシュアワーにフロリダ州ジャックソンビル、昼食時にオーランドを経て夕方早い時期にマイアミに到着する。北行きはマイアミを 朝のラッシュアワーの直前に出て、昼食時にフロリダ州中央を経て、午後遅く同州北のジャクソンビル、夕食時にサバンナ、夜間に来た南カロライナ州とバージニア州、翌日の朝食時にワシントン DC、午前中の中頃にフィラデルフィア、昼時にニューヨークで終点。シルバーサービスの路線、アムトラックのニューヨークマイアミ間は2つのシルバーサービスがあり、 両方ともほぼ同様な路線を走るが、一部、ノースカロライナ州ロッキーマウントとジョージア州サバンナの間を、ありがとうございます。